LCC スポコンラジオ。こんにちは、 NCC アナウンサーの岩本忠成です。こんにちは、 NCC アナウンサーの吉永隆二です。スポコンラジオ、この番組は長崎県のテレビ局長崎文化放送が毎週月曜日に放送しているスポーツ番組、スポコン長崎という番組の裏話や長崎のスポーツに関する話題をお届けする番組です。 NCC 公式 YouTube チャンネルで音声のみの配信でお届けしています。2024年3月4日に収録しています。いやー、岩本さん、はい、J2 リーグ、はい、ビバーレン長崎ホーム開幕戦、はい、行われましたね。開幕ホームでっていうのがね、大きなね、なんかそのサポーターとしてもホームで試合をやるっていうのがね、本当の開幕だなっていう気持ちもあります。岩本さん取材に行ってきたんですよね。はい、行ってきました。どうでした？いやー、やっぱりこの僕も自分の気持ちもそうなんですけど、サポーターの方々にいろんな方に話を聞きま聞くほど、みんなやっぱりこのトラスタでの試合を待ってたんだっていうのが必死に伝わってきましたね。そうなんだ。はい、この会場にですね、もうもちろんその仙台のサポーターもいるんですけども、全部で1万を超えたんですよ。1万人超えたのすごいね。すごいですよね。さすがだね。なんかトラストの周りがですね、キッチンカーとかも来てたり、うんうん、いろんなブースがあったり、いやーいいね、お祭りっていう感じで、 あの熱気はね、みんななんかいろんなもの買って中入ろうかとかいう雰囲気とか、うん、あと高校生とかもですね、学校の課外学習でみんなで見に来てたりもして、へー、あ、そうなんだ。はい、島原中央高校はみんなで来ていてですね、島原中央高校の全生徒、はい、全生徒、全校生が課外学習の一環でと。以前お世話になった女子バスケ部の選手とかもいて、はい、ね、ウィンターカップ出場したもんね、初出場なんです。なんかみんな本当になんかこの試合を待ってたんだなってところで、このトラスタでのホーム開幕戦が今年で最後になるんですよね。ああ、なるほどね。新スタジアムが秋にできますからね。一人話を伺ったサポーターの方で、このトラスタで楽しい思い出も悔しい思い出もいっぱいした。だから、ここでホーム開幕戦最後なのは悲しいけども、次に行けるように、最高の舞台へ行けるように、今日勝ってほしいなっていう話もありましたね。なるほどね。はい。まあね、結果はもう皆さんご存知かと思いますけれども、はい、2対1で負けてしまったんですよね。はい、そうですよね。残念ながらね。はい。前半のアディショナルタイムにね、はい、セットプレーフリーキックからちょっとね、はい、1点取られてしまい、で、ね、で0対1で迎えた後半も33分か、はい、相手に、まあ、ちょっとね、先にですね、はい、すごいゴールをね決められてしまって、そうですね、まあ、ただビファーレンも、まあ、終了間際後半41分に、はい、エジガル選手が頭で決めて、今季チーム初得点ですね。うん、2対1でまあ、惜しくも敗れてしまったというとこでしたよね。はい、いや、僕ね、この試合ね、はい、あのダゾーンで見てたんですけど、はい、まずびっくりしたのがスタメンですよ。はい、あの、ありましたね。私、あの試合開始1時間半前ぐらいに、はい、あの X、はい、あのビファーレン長崎の X でスタメン確認して、はい、まず最初にあの山田陸選手の名前を見つけたんですよ。はい、お、山田選手移籍後初スタメンだと思ってちょっと嬉しくなって、はい、あ、ということは同じポジションの秋野選手がスタメンを外れたのかなと思ったら、はい、思いきや、はい、2人が共にスタメン変わってましたね。そうで、え、どういうことだろう、そうですね、はい、と思ったら山田陸選手が右のサイドバックで、はい、ディフェンスのポジションでしたね。そう、はい、いや、僕山田選手、あのバンフォーレ甲府時代からずっと見てましたけど、はい、もうザ・ボランチの選手だから、はい、山田選手が右サイドバックっていう、ちょっと驚きましたね。そうですね、試合終わった後にこのことについて下平監督話してらっしゃったのが、もともと起用する選手がいたんだけども、ちょっと怪我だったりコンディション調整であまりうまくいかなくて、ここで山田を初めてこのディフェンダーとして使ったと話でした。いやー、じゃあもう急遽らしいです、出場したんですね。はい、すごいね。あの、私今回ね、開幕、はい、ホーム開幕戦残念ながら負けてしまったけど、はい、3ついいなと思ったポイントがあるんですよ。良かった点3つ。そう。で、まず1つ目が、はい、まさにその山田選手の右サイドバック起用で、はい、山田選手がもう素晴らしいディフェンスを見せてくれたなと思っていて、で、相手が仙台だったでしょ、はい、で、仙台、僕が一番気をつけたいなと思ってたのが、はい、あの、オナユジョージ選手っていう、おっしゃってましたね、選手。もうドリブラー、はい、スピードのある選手。で、開幕戦、大分戦は、オナユ選手、右サイドで出場してたんですけど、はい、今回、長崎戦では、左サイドだったんですよ、スタメンが、はい。で、ということは、その、
不慣れな山田選手がオナユー選手とマッチアップするという構図になってしまって、はい、もう僕ここのバトルがもう大注目だなと思って見てたんですけど、山田選手全然負けなかったでしょう。そうですね。ねえ、もうほとんど抜かれてないと思うし、力崩されることは少なかったんじゃないですか ね、はい、だ山田選手のポテンシャルの高さというか、うん、なんかねもうどこでもやって器用にね、うん、やってのけてしまう山田選手の、はい、まあ、素晴らしいパフォーマンス、はい、これ一つ良かったんじゃないかなと思いました、はい、で二つ目が、はい、セットプレーの時に、はい、あの今回あのセンターバックで新井選手も、はい、そうですね、あの移籍後初スタメン初出場だったと思うんですけど、はい、あの秋野選手がまあボール蹴るじゃないですか、はい、であの新井選手を狙ってたんですよ。で新井選手が最初に競り勝って、はい、中に落として、まあ、次のプレーにと、はい、まあ、得点にはあのそこからはつながらなかったんですけど、あのセットプレーであの新井選手186センチかな、はい、が高いですね、勝つのよ。先に新井選手が頭で触ってくれるシーンが何度もあったから、はい、あの今後セットプレーはちょっとうーん予感あるんじゃないかなって。秋野からの新井のラインですかね、うん、うん、なんかねいいんじゃないかなと思いましたね。新井選手楽しみですね、うん、新井選手ねもう非常にいい活躍見せてくれてましたし、うん、そのセットプレーからの得点っていうのも今後じゃあ見れることができますかね。いやあるんじゃないですか、うんうん、もうねいいボール蹴れる選手、はい、たくさん長崎いるんで、はい、うん、新井選手がヘッドで頭で折り返して、ね、そこを誰かがゴール前で詰めて、ね、ネットを揺らすっていうシーンも近々見られるんじゃないかなと思いましたね、はい、で3つ目が、はい、やっぱり松澤選手よかったですね。松澤選手ね素晴らしいねやっぱりね、はい、あの左サイド松澤選手にボールが渡るとなんかワクワクしないですか。そうですね、あやってくれるんじゃない、うん、むしろ1対1だったら僕チャンスだって思うぐらいの今思いで、うんうん、いやそうだよね、もう1対1ならもう普通にかわしてクロスまで上げてくれるから、はい、やっぱり松田選手あの今回エジガル選手のヘディングシュートをアシストしたのも松田選手だし、あのもっと長い時間見たいなって、はい、そうですね、うん、今回も途中後半からの途中出場だったのでですよね、はい、で松田選手ね、サポーターが多い、あファンが多いんだ、ファンが多い、人気者なんですね人気者です。その前半の間にですねアップをしてる時にですね中学生とか高校生ぐらいの子たちが松田さんっていう声をかけてて松田選手もアップしてるんだけど、うん、あはいはいみたいな感じで手挙げて答えて、手挙げて答えて、いいね、しかもイケメンだし、うん、サポーターも多いなってところは見ます。あそうなんですね、はい、あの松田選手サイドからこうチャンス作って、はい、中にクロス入れてくれる場面が多いと思うんだけど、はい、やっぱりあのビファーレンのあのやっぱりフアンマ選手が去年の J2 得点王じゃないですか、うん、そうですね、だから松澤選手のクロスにフアンマ選手がこう合わせるっていうシーンを見たいですね、 ですね。今回ねチーム初得点はエジガル選手でしたけども、うん、松澤からのフアンマっていうところもね、そうですね、あのファンマ選手が後半31分で退いちゃったから、はいはいね、だから松澤選手とファンマ選手があの同じピッチで立ってるのがもう30分ぐらいしかなかったと思うんで、うん、なんかもうちょっとファンマ選手が中にいてくれたら松田選手もちょっとプレーしやすいのかななんてことを思いながら見てました。そのファンマ選手なんですけど、僕今回の試合で一番印象強く覚えてるシーンがもう後半だったと思うんですけど、まあ、点数ね2点目取られた後だったかな、チームの状況としてやはりかなり劣勢っていう時に、まあ、あまり焦ってくる時にですねファンマ選手がサポーターを煽ってたんですよ。もっともっとという感じで手を挙げてもっとくれよもっとくれよっていう気迫を出してる、あ、この試合に本当にかけてるんだなっていうのが伝わってきてですね、あ、まあ、まあ今回の結果としてはね、破れはしましたけども、この思いの強さっていうのは今後のシーズンと通して見たときにチーム一丸となって一体感っていうのはかなり強いんじゃないかなと。いやー、俺たちは後押ししてくれと。そうですね。ね、サポーターを煽って、はい、責任感の強い男だからね。そうですね。ファンマ選手ね。はい。いやー、次の試合にね、はい、期待しましょうね。はい。次が、またホームですよね。そうですね。清水エスパルスだ。はい。10日日曜日ですね。午後2時キックオフだ、はい、清水エスパルス今2連勝ですよ、開幕2連勝しかも昨シーズン J2 4位、
いやー、優勝候補ですね。いや、最大の敵じゃないですかね。まあ逆に言うと、その清水に勝てば、はい、確かに長崎も一気に乗っていけると、はい、そうですね、思うので、はい、ちょっとホーム戦楽しみですね。試合終わった後のインタビューで下平監督がおっしゃっていたのが、全体的にはまだまだ自分たちのやりたいことがまだ5割ぐらいしか表現できてないと。まだこれで5割ですので、はいはいはい、期待は十分できるんじゃないかなと。じゃあもう清水戦では、はい、もう10割出していただきましょうね。はい、もう次こそホームでの勝利、歓喜のカンターレに期待ですね。あの清水エスパルスは、あの僕もちろん2試合ともダゾーンで見たんですけど、はい、北川晃也選手、元日本代表のキャプテン、はい、27歳かな、北川選手がね、前節2ゴール決めてるんですよ。でエスパルス、このここまでね、あの開幕戦は2対1熊本にアウェーゲームで勝利して、はい、第2戦はホーム開幕戦、はい、愛媛とホームで戦って2対0で2連勝してきてるんですけど、うん、この4ゴール決めているうち北川選手が2ゴール1アシストなんですよ。だからね、エスパルスのこの北川キャプテンをどうにか封じないと、はい、抑えないですね、長崎のね勝利のためには、はい、そんなところがちょっと一個ポイントかななんて、ね、今回もチャンスでの、ここぞの場面での決定力ってところも課題でしたけども、清水戦はディフェンスですかね。どこまで北川選手を封じられるか。そうだね。そうね。いやー、先制点欲しいね。確かに。うん、ホームですし、よりサポーターと一緒に乗っていけますもんね。そうだね。やっぱ不安間選手がね、シュートゼロだとね、はい、ちょっとなかなかね、うん、勝てないと思うんで、はい、前半から不安間選手のね、はい、得点に、はい、期待しましょう。はい。次節3月10日、清水エスパルス戦です。午後2時、キックオフです。スポコン長崎は毎週月曜午後6時半から絶賛放送中です。チャンネルは5チャンネルです。ただなりの陸上大好き。はい、ただなりの陸上大好きのコーナーです。ただなり、はい、岩本さん下のお名前ただなりなんですね。ただなりと申します。 あんまり1回ではみんなに覚えてもらえないし呼びづらいんですけども、下の名前をただなりと申します。なんか覚え方とかあるんですか。覚え方ですか。いや、やっぱりね、一時期はサッカーのですね、リー・タダナミ選手。ああ、はいはいはい、浦和レッズの、はい、はい、ボレーシュートバーンと決めたオーストラリア戦かな、はい、決勝戦。あの時はですね、やっぱタダナリが世間的にも認知度上がりましたけど。なるほど。もう今下火ですね。じゃ岩本さんがこれからまたですね、タダナリを広めていきたいなとは思いますけども、なるほど、はい、今日の陸上大好きはですね、今月3日に行われた東京マラソンについて喋っていきたいと思います。東京マラソン、はい、いいですね。はい、今日もゲストに来てもらっています。自己紹介をお願いします。すみません、またまたお邪魔します。カメラアシスタントの松山沙織です。よいしょ。ありがとうございます。前回に引き続き、はい、2回目ですね。すみません、素人が2回もこのコーナーに来てもらってるのはですね、松山さんもですね、ね、陸上が大好きなんですよね。なんか前も聞いた記憶があるぞこれ僕だけの陸上大好きじゃないですから、はい、松山さんの陸上大好きも合わせて、みんな大好き陸上の話ね、松山さんは NCC でカメラアシスタントを10年以上担当されてるんですね、はい、10年以上ですか。ちょっと長いですね。わー、いいですねNCC の夕方ニューススーパー J チャンネル長崎では火曜日に放送している還暦記者で三脚を持って一緒に登山をね、そうなんです、そうなんです、松尾記者と一緒に。還暦の松尾さんとね、松尾さんと、はい、街歩き山登り、はい、うん、いいですか。松山さんをご紹介する上で情報足りてますか、はい、もし補足があれば。なんだろうな、松山沙織を語る上でですか。はい、これは言っとかないといけないというのはありますか。ちょっと二人で腕組みしてやろう、考え込むのやめてもらっていいですか。ちょっとまた思いついたらずっと随時、はい、思いついたタイミングで言いますので。はい。松山さんもじゃあ思いついたら。思いついたタイミングで PR します。はい。いはい今日の東京、話題の東京マラソンはですね、3月3日、MGC のファイナルチャレンジとして大会が開催されました。MGC っていうのは何の略でしたっけ、はい、マラソングランドチャンピオンシップのです。あー、すごいですね、はい。パリオリンピックの代表権をかけた戦い、レースでですね、はい、去年行われて、その中でパリオリンピック代表3枠のうち2枠はもうすでに決まっている、うん、そのうちの残る最後の1枠をかけてこの東京マラソン開かれています。はい、長崎県勢も出場したんですね、はい、そうですね、三菱重工から2人出ました。
山下一貴選手と定方俊樹選手が2人出場されましたね。松山さんはご覧になったんですか？もちろんです。そうですか。もちろんかじりついて応援してました。あれ結構朝早いレースじゃなかったですね。もう9時ぐらいですね。もちろんですよ、もう全く問題なく、はい、大会の日は私も現地には応援いけないですけれども、はい、テレビの前で、さすがですね。NCC の社員で、はい、東京マラソン朝からもうテレビかじりついて見てたのっておそらくここだけじゃない。そんなことないか。そんなことないね。そうですね、うん、好きな人いっぱいいますからね。このなんかパッとつけてみるとかはいらっしゃるかもしれませんけど、うん、東京マラソンがあるから起きなきゃは少ないと思いますね、うん、多分ね限られてますよね。そうですよね。いやでもね、僕今回の大会ね、なんか松山さんと軽くね少し朝喋ったんですけど、うん、苦しかったですね。苦しかったですね。そうだったんですね。見ててそのね、長崎勢ってところもそうなんですけど、大会全体としてなんかちょっとね、うん、なんかぐっと、胸が締め付けられるというか、そんな大会だったなってところで。あ、そうなんですね、はい、私ね東京マラソンあるのをねすっかり忘れてて、あの美容院の予約を入れてしまって、その時間私あの髪の毛切ってもらってたんですよ。確かにだからきちっとした リアタイしてくださいよ。すごく短くなったでしょ。短くなりました。まあどうでもいいんですけど今日言おうかなと思ってました。なのでちょっと詳しく教えてもらってもいいですか？はい、今回の大会やはりその日本勢ってところもそうなんですけど、一番注目を世間的にされてたのは、僕はエリウド・キプチョゲ選手の出場じゃないかなってところで。オリンピック金メダリスト、はい、マラソンの2連覇中ですよ。2連覇、はい、走る哲学者と言われているあのエリウド・キプチョゲが東京を走るぞということで、やはりもう世間的にはもちろん、パリオリンピックの代表権がかかった日本の戦いもそうなんだけど、キプチョゲが世界記録を出してくるんじゃないか、うん、東京で世界記録が見れるんじゃないかということも一つ大きな注目点だったんですよね、まあ、実際キプチョゲ選手はですね、前半中盤まではいい感じではいったんですけども、後半失速してしまって10位だったという。あ、そうだったんですね。はい、なのでなんかそこも苦しかったし、でもそのキプチョゲ選手が落ちてきたことによって、日本人選手たちがキプチョゲ選手をかわすんですよね。ほう、なんかそれを見たときに、キプチョゲが日本人の選手と走ってるぞというのが、なんかね、画面を見てて、その時のカメラがちょうど前からではなくてですね、横からのカメラだったんですよね。そうなんですよ。それがね、なんか横からスッと抜いていくのが、松山さん的にも結構そこは印象に残ってるんですか？いや、印象残りましたね。あ、キプチョゲ選手が、はい、ね、あのもう日本人選手もそれこそあの西山選手が抜いていくときがちょうど横から、はい、そうなんですよ。へー、キプチョゲの前に日本人が出たっていうのは、そうなんですね、なんかね、おーっていうこの瞬間を見てるっていうのが嬉しかったです、ね、確かに普段だったらもう独走して、そうですね、ね、ずっと前にいる選手、ね、そうなんですよね。キプチョゲ選手も今回もちろん、パリ五輪に向けた調整として出られていて、そこの部分でオリンピック3連覇かかってますから、いい記録を望んでたと思うんですけども、ちょっと調子がコンディションが合わなかったっていうところらしいですね。最後まで走ったってことですよね。そうですね、途中棄権せずに10位でゴールされました。はー、いやなんかね、途中で調子悪いとリタイアしちゃう、ね、海外の選手も、はい、多いですね、多い中、うんうん、最後まで、はい、力走したんだ。そこはやはり自分の中でこのレースがゴールではなくて、やはりコンディション調整のためのところだったのかなという大きいですね。へー、その長崎から三菱重工勢なんですけども、山下一貴選手、前回大会この日本人トップでゴールされていて、うん、2時間5分51秒のタイムを持っているので、この大会の、MGC のファイナルチャレンジの、標準が2時間5分50秒だったので、1秒更新すればってところだったんですけども、ね、松山さん、なんか悲しかったですね。悔しかったですね。8キロぐらいでしたかね。はい。すでにもう離れてしまって、後ほどの、ね、長崎新聞の記事に見たところ、うん、左足に力が入らなかったってことがおっしゃってましたね。松山さん、見ててどうでしたか？いやー、まさかっていうのが大きくてですね。そうですね。8キロだし、あの集団から、この赤のユニフォームが遅れていくのを見たときに、はい、ああもうなんか言葉は出なかったですね。なんかもう悔しくて。え、松山さんから見て、はい、なんか走りのフォームだとか、なんか表情とか、なんかこうあれですか。ちょっとあ、ちょっといつもと違うなみたいなとこあったんですか。いや、どうなんですか。私あの山下さんの走るフォーム好きなので、あのいやかっこいいなって思って、うん、あのもう本当素敵な走りだなって思って見てたんですけど、ちょっと素人にはちょっとやっぱ分からないですよね。すいません。ね、トップ選手でもやっぱりコンディション、ね、
ピークを持っていくのって難しいんですね。いや、山下選手もですね、この大会に向けた自分がパリに出ることは、もう出ることは自分の中で目標ではなくて、そこで戦うことが目標だと話していたので、やはりこの大会にかける思いも強かったと思うんですけども、やはり練習があまり自分の中で詰めてなかったってことはおっしゃってたので、難しいなとは。そっか。はい、まあちょっとね、はい、残念だったんですね。もう一人の三菱重工から出られた定方俊樹選手は、全体20位で合格されました。後半、前半ね、ずっと集団についていて、一度は早めに離れてしまったんですけども、後半が粘ってぐっと上がってきたなって印象でしたよね。松山さん、定方選手の走りはどうでした？いや、ずっとね、日本人の第一集団、そうですね、日本人集団で走られてたので、お、もしかしてめちゃめちゃ調子いいんじゃないかと、弟の定方俊さんと並ばれて走られてた、はい、兄弟で出てたんですか？そうなんです、そうなんですよ、松田から出られてましたね。そうなんですよ、ユニフォームは赤なので、ちょっと途中でおお、どっちだったっけって思いながらですね応援してたんですけれども、顔も似てるんですか？似てますよね。なんか遠目で見たら赤とね、顔も似てるしね、うん、そうですね、はい、似てますよね。なんかでもその2人ともやはりこの MGC の、切符はつかめなかったんですけども、その大会終わった後に三菱重工マラソン部の X でですね、うんうん、お二人のお写真が上がっていて、うんうん、そこの写真は変わらず笑顔で、山下選手は一高スマイルを見せてらっしゃったので、うん、まあ、やはりちょっと悔しい結果ではありますけども、まだまだ若いですし、今後のオリンピック世界陸上に向かってまたやってくれるんじゃないかなってところは期待ですよね。うん、まだね、また4年後もありますし、はい、そうですね、ね、世界陸上もね、はい、当然ありますからね。で、この大会としては日本人としてはトップを取ったのが西山雄介選手、トヨタの選手で2022年の世界陸上代表だった選手です。で、2位だったのが園田健也選手、JR 東日本の選手で11位でした。で、西山選手がですね、日本人トップだったんですけども、記録が2時間6分31秒。あ、いい記録じゃないですか、うん、そうなんですよ、いい記録なんですけども、MGC、パリ五輪に向けては2時間5分50秒なので41秒。あ、悔しいね、1キロ1秒なんですよ、ね、そう考えたら、まあ、その1秒をね、やっぱね、縮めていくっていうのがやっぱり大変なんでしょうね。西山選手どうでしたか？いや、途中でね、転倒があったんですよね、西山選手。そうなの？そうなんですよ。それでそのタイム出せたの？いや、そうなんですよ。すごいね。なんかそこからのもうね、巻き返した分、やはり2時間5分ここまで50秒来たら切ってほしいと思ったんです。うん、レース後もゴールしてすぐですね、本人もトップでゴールしてるんだけども、もう感情が溢れちゃって、もうずっと涙涙なんですよね。へー。で、その番組での、インタビューも多分レース終わって5分から10分ぐらい経ってからインタビューしてるんですけど、そこでもまだもうずっと涙で、まあずっとね、もうオリンピックに出るっていう目標を持って長いこと練習してきたでしょうからね。何も疑わずに多分練習をされてきて、そこでやっぱ掴めない、自分の手からこぼれ落ちていく瞬間っていうのが、やはりなんかね、見ててグッと悲しくなりましたね。まあね、ということはね、はい、まあ、出る3人の選手が、はい、まあ、これで決まったと思うので、頑張ってほしいですね、その分もね。そうですね、なんかその思いも背負ってパリですね、今年の夏頑張ってほしいなとは思いますね、うん、じゃあ大迫選手になったのかな。そうですね、3番目はですね、 MGC で3位だった大迫傑選手が、内定はおそらく内定ではあるんですけども、うん、試合終わった後のインタビューで、早稲田の瀬古さんがですね、元早稲田の瀬古俊彦さんがですね、大迫くん本当に出るのかなってなんか彼ちゃんとなんか聞かないとわからないよみたいなことを言ったので、まず本人の意思表示というか、そうですね、とりあえず内定は内定ですけども、わからないなみたいなところ で、ね、そういうもんなんですね。あとちょっと僕もう一点、この東京マラソンずっと喋りたいのがですね、はい、今回、優勝したのはベンソン・キプルト選手という方で、2時間2分16秒かな、はい、や10秒かな、2時間2分、16秒で、大会新記録で優勝されたんですけども、2位に入ったのがですね、キプラガト選手っていう選手なんですね。で、このキプラガト選手がキプルト選手と割と後半まで戦い、うんうん、争いをされていて、でその中でどっちかが、まあ、世界記録を更新してもおかしくないんじゃないかっていうペースだったんですね。で、現世界記録保持者ケルビン・キプタム選手という選手なんですけど、キプタム、キプタム選手、その選手がですね、
先月2月11日にケニアで交通事故で亡くなってしまったんです。あ、残念だ。24歳だったんですよ、ね。若いね。そのキプタム選手、世界現世界記録保持者とキプラガト選手は同じチームで練習をされていて、そのキプタムの思いも背負って今日自分は世界記録を出すんだって言ってキプラガト選手は走ってたんですよね。なんかその思いをだから果敢に攻めるわけですよ。まだ前半勝負どころではないところから果敢に攻めてガン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 行くから、あのペースメーカーがですね30キロまで着く予定だったのに25キロで離れてしまって、そうなんだ。それぐらいのハイペースだったんですよね。ペースメーカーいらなくなっちゃったんだ。そうなんですよ。まあ、結果的にはキプルト選手が優勝されて世界記録も更新もなかったんですけども、このキプラガト選手の熱い思いっていうのは今後につながるレースだったんじゃないかなと思いましたね。オリンピックが楽しみですね。いや本当ですね。もうもうすぐですもんね。日本からはですね、男子は小山選手、赤崎選手で、まだわからないですけど大迫傑選手の3人が出場されるので、今年の夏は日本勢の入賞も見えるんじゃないかなと。いやー、はい、頑張ってほしいね。はい、三菱重工勢にはですね、まだマラソンもね、世界の大会目指して頑張ってほしいですけども、春からのトラックシーズンでの活躍にも期待ですね。松山さんは、はい、まあね、東京マラソン、先週か前回大阪マラソンもね終わりましたけど、はいはい、この後楽しみにしている何か陸上の話題とかあるんですか？この後日本選手権がありますか？うん、はい、ありますね、はい、日本選手権であのオリンピックのトラック選手が決まるということで、うん、そうだね。私駅伝見るのが好きなんですけど、はい、その駅伝に出場されてる男女の選手もちろん、はい、1500、はい、5000、はい、1万、はい、どなたがオリンピックの選手になるのか。そうですね、長崎からは廣中璃梨佳選手も楽しみです ね、 ね、三菱重工の選手たちも狙ってるかもしれないですね。そうですね、うん、トラックで行けば林田選手あたりがちょっと代表どうかな、か絡んでほしいなと思いながら、うんうん、いいね、強い選手いっぱいいるからね。はい、トラックシーズンでの活躍にも期待です。さてエンディングです。吉永さん、5回目のスポコンラジオいかがでしたか？そうですね、ビファーレンがやっぱり勝ちましたっていうね、はい、言いたいな、ね、言いたいですね。下平新体制初勝利です、ね、って言いたいですね。言いたいね、はい、次回またね期待したいですね、はい、そうですね、うん、ね、サッカーも盛り上がってるし、ね、はい、もちろんバスケもね、はい、ベルカが頑張ってくれてますけど、高校野球もね、はい、NCC としますと、はい、まあ、注目なんですけど、はい、うん、今月はね選抜甲子園も、そうですね、3月18日に、はい、県勢の出場はないですけど、そう県勢はないんだけどね、はい、うん、まあ、それでも、まあ、甲子園があるっていう。そうですね、あのバットが飛ばなくなるんだよ ね、 ね、 そ、 うよね、そうそう、それがどんな感じなのか、どう変わるのか、そうですね、うん、楽しみですね、ちょっと見てみたいし。で春の長崎県大会ね、はい、九州大会予選も今月23日から、はい、開幕しますので、はい、そっちもね注目していきたいなと思っています。はい、長崎でも取材に行く予定なので、うん、そこもねぜひ皆さんに熱い試合をお届けできればなと思います。はい、もうご注目ください。はい、スポコン長崎毎週月曜午後6時30分から放送しています。テレビもぜひご覧ください。ここまでのお相手は長崎文化放送アナウンサーの岩本忠成と吉永隆二でした。またお会いしましょう。さようなら。